さあ後楽園ホールからお送りしております全日本プロレスの2002エキサイトシリーズ開幕戦、今日のセミファイナル30分一本勝負は青コーナーからは本間智明が入ってまいりました。さあそして赤コーナーからはデンジャラスで川田俊明が入場してまいります。このシリーズの最終戦、日本武道館ではいよいよあの武藤敬司の持つ三冠のベルトにチャレンジが始まります。ですから無口でもってこの最終戦まで乗り越えなければいけません。デンジャラス系川田俊明、大勢の全日本プロレスファンの愛が今川田にはかかっているわけであります。本日のセミファイナル石黒町30分一本勝負となります。アウトラー230パンドのさあ無鉄砲本田智明、アウトラー230パンドのデンジャラス系川田俊明がゴールされました。さあ早速このセミファイナルを実況でお楽しみいただいてまいりましょう。さてこちら放送席解説は、2001年の日本プロスポーツ大賞功労賞をめでたく受賞なさいました全日本プロレスの藤正信選手にお願いしてまいります。藤さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。実況は私松崎敏夫でバイオレンスにお送りしてまいります。さあ藤さん、はい、功労賞ね、見事受賞なさいましたけれども、いやいや、ね、まあ、その藤さんのね、功労というものは本当にもう大変なものがありますからね。いやいや、まあ、しかしあの藤さんファンは願わくばやっぱり早くねまたリングでの試合をしてほしいなというそんな感じもします、ね、頑張ります。よろしくお願いいたします。さあ既に5分になっています。川田俊明と本間智明の一戦であります。181cm 102キロのこの本間智明、先シリーズの大阪大会では天竜と対戦いたしましてノーザンダイドボムを食らって惨敗、わずか3分という短時間で勝負がついてしまいました。まあ、天竜からそのプロレスラーの厳しさを体感させられたという本間智明。さあそして今度は抑え込んでくるレフトから鎌田俊明が抑えてまいりました。ほぼキャンパスの中央から青コーナー付近であります鎌田俊明、藤さん、まあ、鎌田にしてみればですね、やっぱり今日その本間智明、まあ、その本間ファンの皆さんには申し訳ないんですが、やっぱりその、目先というのは2月24日の最終戦武藤敬司の一戦ですね。でも本間にはちょっと思い切り行ってもらいたいですよね。そうですね、まあ、大阪でのその天竜戦もですね、まあ、本間の本来のパワーが発揮できる前に、敗戦という結果になってしまいましたからね。ここはショートで持ってでも放ちました本間智明、しかし鎌田が今度の逆水平、思いっきり空を切らず的確に本間の村板、そして今度は真正面から蹴ってきた鎌田俊明、カウンターで来る本間返す、頬を張られました本間、張ってくるぞ本間智明、いいハイキック、サッカーボールバックボールのあたりから鎌田俊明が今度は後頭部を蹴ってまいりました。もう何か悶絶するかのような本間智明、ショートの蹴り、ショートの蹴りを見舞われる今度はカウンターのキック、鎌田俊明ここはもう必要に蹴ってくる、今度はレフトからタックルに行くんですが、しかし鎌田俊明準備することができません。本間智明ピース性からキャンパスの中央、さあ今度は左の手は本間の右の首筋、そして今度はうまく時計と逆方向に回り込んでいって鎌田俊明が本間智明を捉えています。さあここは本間智明、やっぱり藤さんガン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 行ってほしいですね。決まってますね。もうそれも体全体のバランスがあって、これもうどこ見えるんですね。はい、フェースロックに変わりました。決まってますよ、本間智明口を開けて、さあ今度は足を今度はじわりじわりと仲間のリングサイド、サードロープ今かかりました。右足足首がサードロープかかっていったところ、しかし川田が今度はストンピング、川田のストンピングからショートのボトルフリー、村板ローキック、しかし本間も蹴り技で持って返してくるか、本間がトーキック、村井田のあたりトーキック、今度はボディのあたりに逆水平、しかしさあ鎌田が今度は粘ってくる、鎌田俊明が来るなら来いという感じ、エルボーになってまいりました、エルボーを持ってくる、鎌田俊明がエルボー、本間もエルボー、エルボーはサンダルか、本間がローブの反動を利用していった、突っ込んでいった、今度はローリングエルボーか、鎌田もエルボー、さあ本間がちょっと今度ローブの反動を利用していった、
ローリングエルボー、さあ川田ちょっと若干腰を落とした。本間がエルボー勝負を持って今度はセーフ、叩きつけるような勝負のエルボー、ギリくん、おめかみくん入りましたね。すごいの入りましたね、大丈夫ですかね。右の平動脈のあたりに川田俊明の蹴り技、ここは入ってまいりました。さあ本間が起き上がる、ちょっと目が打つのか、本間智明あるかな。ハイキック村板、本間が気合を入れる、ね、目をカット見開いた、カウンター、そしてじわじわじわと起き上がってくる、エルボーを放ちました本間智明。そして川田がそれを受け止める、川田が受け止めていってローを蹴っておいて、さあ川田が、今度は川田が、うっと、しかし本間両足をバタつかせまして、ここは体勢を崩した。さあその川田をロープに振るかどうか、川田が右の手のトップロープを抑えている、同点エルボー、逆水平本間智明、逆水平を放つ。さあ今度は青コーナーサイド、自分のコーナーマットに川田俊明を送り込んでいった。そして青から青赤に送り込んでいった、走り込んでくるか本間智明、ここは思いっきり走り込んでいくの、ローリングエルボーを放ちました本間智明。さあバックを取ってくるがどうか、ヘッドバック冒頭の、さあそして今度はバックを取っていって綺麗なブリッジを作りたいところなんですが、川田が粘りました、川田が粘り込んでいって本間智明が、これは持ち上げられず、その間に川田俊明が左のリストを取っていました。左からリストを取って今度はダブルスレッジハンマーが持っていこうと、今5分を経過しました。次から30分1本勝負、さあここでもって本間智明がエルボーでくるが、もう始める、川田が張り手、そして本間が、さあ最初は行ってほしいんですが、ちょっとやっぱり川田には結構そんなのロスしますね。ここは後頭部にエルボー、かかと落とし、川田としあきの川田かかと落としからショートの蹴り、サイドあたりに川田としあきショートの蹴りを狙ってまいりました。3連発押し切れた本間智明、今度は本間も、藤さんちょっとエルボーしかさくないんですかね。いやもう今そういうのは頭が働いてないんでしょう。はいはい、カバダのハイキック、僕はもう半分無意識で今試合してると思いますよ。あーなるほど、ね、ラリアット立ち上げるようなラリアット、そしてカバダの仕上げ、さあ春満開か、梅の花を咲かせるストレッチプラグ、ストレッチプラグを放つ、さあ本間ギブアップ、開幕戦の恒例でスマッチ、梅の花が咲いていったストレッチプラグ。さあ内さん、この試合を振り返ってほしいんですが、まあ、まあもちろん順当といえば順当のない結果なんですけどね、まあでも調子はいいみたいですね、川田はね、はい、本田はもうちょっと完全に今伸びてる状況だと思いますよ。そうですね、川田さんと福井さんに対戦してくださいって言ったのは夢って叶うもんなんですね。でも絶対これからもっともっと練習して絶対川田俊明を超えたいと思います。負けはしましたけどこんなチャンスをくれた全日本プロレスに感謝します。でももっともっと強くなって絶対もう絶対次にまた勝ってもらいますから、その時は絶対勝つ。
2002チャンピオンカーニバル出場全選手が今リング上に集結です。小島について太陽ケアさあ、はい、この雰囲気ですよね。はい、そうなんですよ。たすきをかけてね、はい、こう春が来たなって感じで一番好きなんですよね、こういうシーンが。そうですよね、ゾクゾクしますよ、はい、そしてカメラはジムスティールを捉えました。この赤い髪は最近なんですか。そうですね、はいはい、よく変身する男ですからね。あ、なるほど。そしてジョージ・ハインズ、高らかな音楽がこの水道橋東京後楽園ホールに鳴り響いています。その中行われている2002チャンピオンカーニバル開幕戦セレモニーです。長井光也です。その前には嵐が登場していましたか。マイクロトンド、安城洋次、スティーブ・ウィリアムス、殺人医師、堂々の入場です。マイク・バートン、そして武藤敬司を今カメラは捉えた。いつもの表情ですね、はい、そして今リングインは川田俊明です。さあ風雲昇り竜天竜源一郎、武道館では三冠に挑戦します。それでは荷物と出版社代表取締役社長竹内様より開幕宣言を行います。チャンピオンカーニバル開幕宣言、開幕をここに宣言する。2002年3月23日太平洋岸レスリング同盟会長スタン・ハンセン大学。続きまして全日後楽園が全日食一食に染まっています。天竜現地より優勝大トロフィーの返還でございます。前年度覇者ディフェンディングチャンピオン天竜源一郎、重いんですよねこれが。去年は1敗しかしてなかったんですよね、負けた試合はね、はい、かなり負けただけですね、はいはい、もちろん天竜は連覇を目指します。2002チャンピオンカーニバル本日ここ後楽園ホールを限りに全国14大会にて勝ち2点、時間切れ引き分け1点、負け0点にて A ブロック、B ブロックこと総当たりリーグ戦を展開いたします。各ブロックの最多得点1位、2位の選手による4選手で優勝決定トーナメントを4月10日北海道札幌チキサムグリーンドームにて行います。全国各地で行われますリーグ戦にご期待ください。これをもちまして2002チャンピオンカーニバル入場セレモニーをお見せいただきます。武道館で優勝決定戦なんですが、そうですね、今年に関しては、はいはい、札幌キサムでやるということですね、はい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 、だからカーニバルが地方で決勝戦を行うことは初めてではないんですけどね。あ、そうなんですか。前橋とか和歌山で行われたこともありますから、はい、公式戦その第2戦となりました。嵐が登場しました。この男にとって新世紀の幕開けはターニングポイント。2001年夏フルス全日本に電撃復帰、第70代アジアタッグチャンピオンに輝きました。チャンピオンカーニバルは今日が初出場、今回が初出場となっています嵐です。
相変わらコールの中今姿を現した 2.24 武道館で全日本の至宝王道プロレスの象徴である三冠ヘビーを武藤の腰から奪還。あー先制攻撃は嵐、リングインしたと同時に先制攻撃は嵐、意表を突かれた河原俊明第28代三冠チャンピオンです。今ゴングが鳴った、黄色い紙テープが待っている。しかしその中試合がすでに遠の昔に始まってしまっている。飛んでいった、さあ、はい、これは作戦ですかですね、考えてましたか、はい、もうインディーで鍛えてきてますから、はい、勝つためには何でもやってやろうという企画ですよね。なるほど、嵐の先制攻撃、ここまでは功を奏しました。うん、追っていきますね、場外に降りました、嵐が降りました。1961年大阪出身、40歳の嵐、プロキャリアは14年あります。嵐です、その嵐が場外追いかけていきます。カードを捉える、リストを掴んだ、投げた、フェンス攻撃、鉄柵です、こらえる、痛みをこらえる河原、三冠チャンピオン。 4.13 武道館では天竜の挑戦を受けることが決まっています。河原俊明です、のど輪に行くか、のど輪に行くか、エルボで返した、そしてキック、ちょっと不発、うん、そこを突かれた、そこを突かれましたね、はい、嵐タイミングいい攻めですね、いいですね、ここまで順調ですよね、はいはい、もちろん両者ともにリーグ戦は初戦です、勝てば2点です。リーグに上げた、はい、開幕戦で割とあのいい試合が少ないんですよ、はい、だから体調エンジンのかかりが遅いタッチですから、嵐はそれを読んでの先制攻撃だったと思いますよね。あ、そうですか、今とも完全に嵐のペースですね、はい、そうですよね、はい、さあチョークスラムに行った、嵐が落としていきました、カウントが入る、これは2で返していった三冠チャンピオンです、河原。嵐はチャンピオンカーニバルは初めてだし、とても楽しみだと、人数合わせかよ、そんな風に言われないようにしないといけないなと話していました。エルボーの打ち合い、エルボーの打ち合い、お互いに耐える、さらに打っていく、エルボーだ、ジャンピングハイキック、膝をついた、嵐が膝をつく、さあ、はい、こういう勝負どころでは、はい、川田っていう選手は本当に強いですね。川田のキックが破壊力ありますからね、はい、嵐はパンチだけでキックがないでしょう、はいはい、なるほど、やっぱり足より足の方が手より力強いですからね、はい、さあ川田が持ち上げようという形、これはリバース、これはリバース、すぐにキック顔面に来ました、もう一回ジャンピングのハイキック、川田しかし倒れません、今度は倒れません、嵐、これも耐える、これも耐える、キックの嵐、まだ倒れません、根性の男、まだ倒れない、うん、ここで片膝をついた、背中がついた、マットについた、すぐに起こす、ストレッチプラムに行く、ストレッチプラムに行く、カードの必殺技、これで取った、いやくさ、はい、出した技の少なさですね、はい、はい、カードを怒らせてしまったのは逆にやっぱり失敗だったですね。最後の最後はストレッチプラム一発、3分20秒、早い時間で川田が蹴りをつけました。三冠チャンピオン川田、まず2点をゲット、初戦は白星です。いや貫禄の勝利と言ってもいいですかね。あの先制攻撃されましたけど、はい、キックを出してから完全に川田フェンスに逃げましたからね。そうでしたよね、ちょっと嵐が情けないような顔で受けてましたから、あそこでも勝ちは決まったようなもんだったですね。あそうですか、はい、とにかく上を食いたいと、はい、開幕戦が川田だから、はい、その川田戦にまずピークを持っていくんだと話していた嵐だったんですが、はいはいはい、残念ながらその川田戦初戦敗れてしまいました、まあ、嵐です。トランのタヌキの小技に終わってしまいましたけど、やっぱりさっきも言ったようにまだあと5戦あるんですからね、はい、はい、
点数重視なんで時間かけなくていいところはかけないで。いや、チャンピオンで優勝するっていうのは結構難しいことだからさ、うん、まあ、それを達成したい。